はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。農協からね、種の申し込みですね、稲の種の申し込みが回ってきました。で、こちらの紙にね書いてあるように、9月22日までに農協さんの方に注文書を提出してくださいという内容でした。で、右側のね緑色のチラシは品種、月の光とか、夢青葉か、そういう品種が、多収穫品種なので、飼料用米としてはこういう、品種を作ってくださいという PR の、はい、チラシです。まあですが、今ほとんど朝日の夢になってんのかな。多用途米はね、飼料用米、多用途米は、まあ、ほとんど朝日の夢に変わってきてるんですが、月の光、まあ、これはちょっとかなり、ちょっとかなりっていうのはどっちなんだよって、まあ、古い品種なんですけどね、それも多収穫で倒れにくいっていうことでね、一時は人気あったんですけどね、まあ、そういうものを作ってくださいということのようです。夢青葉っていうのも、これは最近の品種なのかな、ちょっと聞いたことないんですけどね。はい、そんなことの、そんなチラシが回ってきました。で、こちらがね、申し込み用紙です。まあ、もう書式はもうほとんど変わんないですね。ちょっと、毎年ちょっとずつは変わってありますが、提出用と控え用がの、2種類あります。で、まあ、私はやはり事故防止のために、農協へ直接持って行って、購買の方にね、直接置いてきます。で、うちの班の場合は、自分の家で苗仕立てているのは竹志農場だけなんで、あとほとんどが営農集団さんが、苗を作ってるんで、種の注文はうちだけなんでね、うちの分わざわざ農協の役員さんに頼んで持ってってもらっても申し訳ないんで、農協へ行くついでに直接 JA さんの方に渡してくるという方法をとっております。でないとね、もし何らかの原因で落ちちゃった場合ね、次の年種が手に入んない、誰が悪いって、えらい騒ぎになっちゃうんでね。昔なんかそんなのがあったみたいんだよね。出したんだけども落ちちゃってて手元に届かないってことがねあるんで、まあ自己責任で自分で持っていくというのが最低限、一番ベストな方法なのかなと思っております。はい、そういうことでね、来年もコシヒカリと、もち米をね、いつものように作りたいと思います。はい、種の申し込みの動画でした。お付き合いありがとうございました。